キャプテン渡辺のツイーニング競馬よろしくお願いします。さあ今日もですね、上限1万円を元手に10万円を目指すという勝負をやらせていただきますね。先週ここでやった中京7レースはダメでしたけども、気持ちが収まらずに、ツイーニング競馬で先週中京10レースも実はやりましたけど、それが見事に当たって、なんとかね、久しぶりにツイーニング競馬だけ当てることができましたが、やはり本筋はこの1万円を10万円にするという、馬券師の、最も目指すところ、それを、実現したいと思っておりますので、ここはちょっと非常に気合を入れて予想をしました。馬券はこちら、中山7レース、12番、北の竜王から15番、16番への馬連を2点にしました。まぁ、ちょっと、金額は3500円と6500円。これは、まぁ、ちょうど10万円になるように買ってると理解してください。まぁ、本当にいろいろ悩んだんですが、まずはですね、4歳馬、唯一の4歳馬の、このサニートークについて言っておきたいんですが、前走はですね、直線で詰まっちゃって、それが、デムちゃんのコメントにもあるんですけど、ワンペースで行く馬だけに直線で詰まったのが非常に痛かったと、悔やまれるという、コメントがあるんですが、まあ、もちろんね、進路が空いた後はそれなりには伸びてましたが、詰まってなければね、相当いい勝負になってたと僕は思ってます。まあ、1年8ヶ月のね、苦剣の休養明けは一発目だったんですが、2走ボケがなければ、今回、この外枠で相当いいところまで来ると思ってます。本来なら、同金量だったら、まあ、この馬が勝つんじゃないかなと思うぐらいなんですが、やはり、もう、51キロ北の竜王、いくらなんでもね、51キロっていうのは相当恵まれたと思うしかないというか、まあ、6キロ差ありますからね、サニートークと比べたら。ということで、ここは、シュート君に期待したいと思います。シュート君はね、前半戦のレースではね、本当によく来てるイメージが僕の中ではあるので、はい、ここ、まあ、スタート、非常に大事ですが、スタート出て、先行すれば、変な競馬には絶対ならないと思ってます。あとはまあね、安定勢力のこの、シュルードアイツ、つむつむ。まあ、この馬はね、ちょっと外せなかったなっていう、そんなイメージです。はい、どっちが来てもね、ちょうど10万円ぐらいになるので、私は非常に楽しみにしております。果たして結果はどうなるのか、楽しみに。